すごい風だったね。春一番にしては時期が違うな。風のせいかもな。見てみ、綺麗やろ。みよりには生まれて初めての花見やな。いいね、田舎はのんびりしてて。もっと遊びに来りゃええろ。そうは言っても仕事とかさ、いろいろあるから。お、入った。広告の仕事ってのはなんでそんな忙しいかね。なんでと言われてもね。なんかいいことありそうだどん。この辺にコンビニない？駅前。マニキュア買ってきて、何でもいいから。歩いて1時間近くかかるんだぜ。車で行ってよ。バカ、飲んじゃってから言うな。じゃあいい。まあまあ、楽しくやろうよ。ミオリ見てて。ミオリはどこ？ミオリ遠くには行っとらんろ。黒、なんでついててあげれんの。ミオリ、慌てるでね。黒に聞いてみろ。ミオリ、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 黒に聞いてみろ。黒、ミオリはどこに行った？黒、教えて。黒は何か知ってるようだな。とにかく二人とも靴を履いて。ミオリ、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 黒、黒、ミオリを見つけるんだよ。ぼくりこ。この森はお前の森だ。この放送はホンダ、シャープ、アース製薬、 NTT 東日本、 NTT 西日本とご覧のスポンサーの提供でお送りします。梅雨が始まってすぐお母さんが家を出て行った。今日から私はお父さんの実家に預けられる。あん時はびっくりしたな。急に行方不明になったんだぞ。まだ歩けもしない赤ん坊だっていうのに桜の木の上で見つかってさ、母さんはすっかり気味悪がって、こんな田舎二度と来たくないって言うし。覚えてない。もう少し愛想よくしたらどうだよ。そんなんじゃ向こうでうまくやっていけないぞ。疲れるじゃん、媚び売ると。媚びじゃない、相手の話ちゃんと聞くとかさ、そういうのは礼儀だろ。父さんの話つまんないよ。お前いつもそんな調子だよな。
そういう嫌な子に育てたのは誰？なんか飛んでる。鳥だろ？違うよ、なんだろう。このトンネル抜ければもうすぐだ。父さん。何？ごわかすがいってことわざがあるじゃん。なあ。私はかすがいになれなかった罪で島流しの刑に遭うんだね。お前本当に嫌なやつだな。島流しの刑に遭うなら海の方が良かったけど、小森村の夏は初めてなのに懐かしい気がする。もぎ町のシスアイス美味しかったけど、小森にもあるかな。シスアイスなさそう、店ないじゃん。大きくなれトウモロコシ、たくさんなれ人間。お父さんは久しぶりの帰省なのにあんまり楽しくなさそう。と思ったらすぐ帰るんやな。仕方ないだろ、仕事なんだから。一晩ぐらい泊まってったっていいやないか。わいの好きなタケノコご飯なんやで。明日朝から会議なんだよ。なんだろうねこの子は。逃げたいんでしょ。そんなんだからお母さんにも逃げられるんだ。みおり、しっかりな。夏休みが取れたら来るから。去年は一日も夏休み取れなかったくせに忘れたの。気をつけて帰るよ。ああ。これでお父さんにも捨てられた。もう一回しやった。もうすぐ山の上に見えてくるぞ。三本杉が見えるやろ、あの辺り。みおり。え、もう呼び捨て？しばらくはここがあんたの家やで。好きにしていいんだよ。じいちゃんが戻るまでそのあたり見てこいよ。何か見るものあるんですか？せやな、何にもないな。携帯電話は置いていきなさい。なんで分かったんだろう。行っておいで。森には森の住人がたくさんおるで。脅かすといかんでな。クマとかですか？県外じゃん。さよなら東京。
ろう、ウサギ？来るとこんなもんなのかな。へえ。ちょっと感激。天涯孤独ってこんな感じかな。クマ？私クマに食われて死ぬのか。変な人生。どうせ変ならライオンか。ベンガルトラに食われて死にたかったな。トラ？なんでトラ？トラって森に住んでたっけ？サーカスから逃げてきたとか？こんな近くじゃ私の心臓の音もかき消されちゃうな。なんだろうこの感じ、すごく懐かしい。どうせ帰りも遅いんでしょ。たまにはまともに帰ってきたらどうなのよ。仕事が終わらなきゃ帰れないんだよ。仕事仕事ってそれしかないの？一日家でゴロゴロしているやつに俺の苦労が分かってたまるか。私に仕事辞めろって言ったの誰よ。あんたでしょ。辞めたかったんだろう。愚痴ばっかり言ってたくせに俺のせいにするな。辞めてなかったらあんたの倍は出世してたわよ。ミオリがお腹にいなかったら出張だってなんだってできたのに。口で言うのは簡単だよ。なんかいらない。自分のことは棚にあげて。私は誰の子でもない。誰からも生まれてない。早く帰ってゲームやろうぜ。おい、あんまいじめないよ。来てくれよ。靴返して。はぁ、あ、はぁ、あ、靴隠したのあんたたちでしょ。返せ。何それ気に入らない。その目が嫌だよね。どうせ私たちのことをバカにしてるんでしょ。固まってないと何もできないくせに。へえ、一人の方が偉いわけ。あんた一人で何ができんの。うるせえ。友達なんかいらない。一人もいらない。必要ない。一人でいい。誰もいらない。がいるのは夢じゃないの？何やっとるんやこんなところで。どっから来た？あ、東京です。その今あれや、わりゃミオリちゃんじゃないか。ああ、でこうなって黒は覚えとるろ。わからんか、黒とじいちゃんやぞ。
苦労。あ、私ここに来たことありますよね。ああ、こんなちっちゃい頃な。そっか、初めてじゃないんだ。そうさ、行こう、行こう。お風呂上がったか。はい。これはな、大箱。この肝臓と混ぜて煎じて咳止めにするんや。川本のばあちゃん咳が止まらんそうやでよ。薬？お医者さん？いや、でもこの辺りの人たちはそう思っとるかもな。薬草で何でも治しちまうから魔女って呼ばれてるんや。いい魔女だね。やっからしちゃった。森にはいろんな薬草が生えとる。大概の病気はそれで治っちまう。ミオリは魔女の孫やな。ミオリ、洗濯物たらいに入れといてええよ。洗っておくから。どうも。ほれほれほれ、髪といてあげるよ。あの、自分でできます。どのあたりまで行ったんや。大きな桜の木のところまで。おお、ご神木のところやな。ご神木？神様が宿っとる木よ。桜だってわかったか？うん。残念やな。去年の雷で真ん中からぽっきり折れてな。本当に綺麗やったんや、あの桜は。そこで眠ってしまって。お、潜りにあったのか。悪い夢を見とったんやろ。モグリは悪い夢を食べてくれるんや。もうその夢は見んぞ。あれって誰にでも見えるものなんですか。いや、めったに人前には姿現さん。俺もいるのはなんとなく感じるけど、見えるわけじゃ。ワイには見えるやな、ミオリ。丈夫、ちょっとも怖いもんじゃない。森にはまんだいろんなものがおる。ねえ、なんでさっき吠えなかったの？友達なの？怪しい。バン。帰ろっか。クロ、クロ、
本当だ、折れてる。この木はもう死んじゃってるんだ。そんなことはないぞ。え、誰？わしらを忘れたのか。何これ。何これとはご挨拶じゃな。10年ぶりの再会というのに。10年前って私まだ赤ん坊じゃない。なんじゃ、覚えてないのか。わかった、これ夢だ。私今本当は寝てるんだ。うわぁ、ほら、やっぱり夢だ。絶対に夢だ。夢じゃないって。久しぶりだね、ミオリ。はぁ、すっかり忘れとるようじゃ。しょうがないな。オイラはボクリコ、森の番人。こっちは森の物知り、ネゴジー。何これ、すっごい変な夢。環境変わるとストレス溜まるって言うし。だからさ、夢じゃないってば。夢じゃないなら幻覚？わからん子じゃな。そんなに驚かんでもよかろ。また落としたんかい。大概にしてもらわんとな。もう落としたんじゃなくて捨てたの。捨てたらあかんがな。なんなの、幻覚の癖して。今消してやるから。あっ、もぐり。この森の守り神かい。そう言うな、カノコ。カノコの言う通りじゃねえか。守り神って器じゃねえな。物のわからん子じゃないか。ありゃ日陰育ちだぜ。体も中身もひょろひょろだ。もっと賢い子かと思うたが。あんなのに森を預けるのは勘弁だよ。東京に追い返しちまえよ。そうだそうだ。携帯もらったくせに。まあ待て待て、わしらの長が選んだことだ。間違いはあるまい。
食べんのか。いつも朝食べません。元気出んぞ。どうも。はあ、コーラ飲みたい。ミオリ、ちょっとおいで。はい。よい。よっこらしょ。よいしょ。よいしょっと。わあ。週明けから学校行くんやろ。その前に部屋作っておかんとな。部屋？わいの部屋よ。この辺りに机を置くか。ハイジみたい。3階もあるぞ。見るか。え、はい。よし。よいしょっと。よいしょ。気に入ったか。でもな、ここは出るぞ。出るって何がですか。なんだろうな、座敷わらしというか。座敷犬みたいなやつですか。まあ、身寄りなら大丈夫やろ。何ですかそれ。北欧の風の背を捕まえる道具や。こうやって使う。なんで笑う。ほんとなんやぞ。あ、これは何ですか。シベリアでな、森の精霊たちを集める太鼓。へえ。確かバチがあったと思ったかな。なくしたもの見つけてちょうだい。何言ってんの。そのうち出てくるやろ。これ全部集めたんですか。集めたりもらったりいろいろや。名護生きとるとものがたまるよ。なんかすごい。電気消してこいよ。ん、に会ってきたやろ。え、夢じゃないぞ。覚えとらんやろうけど、10年前のお花見の時はありゃ森の守り神に選ばれたんや。守り神。あの森はな、今は檻のもんやけど、いずれは身寄りに譲るつもりでおるんや。森を生かすも殺すも人間次第やからな。ちゃんと森の声が聞こえるものじゃないといかん。あの森が私の。そう。一人で行けますから。そうか、もう6年生やもんな。この道まっすぐやでな。おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは孫を見送りに。じゃんじゃん。へえ、今日から学校か。独立校。名前覚えてくれたんだね。うわー、いてー、助けてー。うわ、木造かよ。
なんで。昨日から眠れんかって緊張したんだわ。なお、いいわいいわ、泣かんでおいで。しかし遠いとこからよく来たね。東京のどこに住んどったの？これ雪が作ったの。はい、みおりちゃん。茶髪じゃねえな。東京で誰か芸能人見た？パソコン持ってんの？あの、さあさあ、みおりちゃんを教室に案内するよ。はい。東京の電車って痴漢出るんやろ？ディズニーランドは東京にないって本当？なんで転校してきた？家庭の事情ってやつやろ。なんかわからんけどかっこいいな。みおりちゃん遊ぼう。携帯持ってねえの？ねえ、ミッキーに会った？わかんないことあったら何でも聞いて。この辺じゃ会ったらその日にもう友達やで。仲良くしような、みおりちゃん。なんで転校してきた？あー、もうゆり、さわら。大介やめれ。ガキだ、コウタロウは。ミオリちゃんにバカにされると、バカにされると。うるさい。あんたらマジうるさい。うざい。性格悪い。なに？ナオ。ミオリ。そりゃ。やめるって言っとるの、大輔。あ、花地。やっべー、大丈夫か、みおり。動かん方がいいよ。でーすねー。うわー、でーす。いでで。私は魔女の孫、そして森の守り神。無礼なことやってると呪いをかけるよ。ふん。あー、うざい。これからあんなとこに毎日行かなきゃなんないのか。田舎が嫌いなんかい？あー、また東京に帰りたくなった？もうやだ、こんなとこ全然合わない。つまんないやつばっかだし。住めば都やぞ。なんで私だけこんな目に合わなきゃなんないの？もっと親がマシだったらこんなとこ来ないで済んだのに。帰りたいよ、ほんと。帰らないでよ、みおり。あー、もうほっといて、話しかけないで。あー、つまんないやつ。うざすぎ。みおり、そっち行っちゃダメだ。ただの根のくせに。綺麗。はあ、こんなとこがあるんだ。飲んでも大丈夫かな？飲んでも大丈夫だよ。喉乾いてるんでしょ？まあ。誰かに追いかけられたの？いくらでも飲んでって。おいしい。ただの水なのに。
こんな綺麗な水なのにね。そのうちなくなっちゃうのよ、ここ。え？もうすぐダムに飲み込まれるの。ダム？ダムができるの？そう、この辺り一帯全部見せてあげようか。びっくりした？本当にこの辺全部沈むの？人間ってどうして大切なものを壊したりできるんだろうね。本当にバカな生き物だよね。村はあっち。また来て、またお話ししよう。はい。でも男の人は連れてこないで。裸足だ。不思議な人だったな。ミオリ、大丈夫？何もされなかった？女に会ったじゃろ。何のこと？あの人もあんたたちの仲間なの？森の精霊か何か？仲間じゃないがな。泉のほとりの木の下に閉塞を回した石があったじゃろ。あった。あれは首くくりの石だ。男に騙されて捨てられた女が首を吊ったんじゃ。じゃああの人すでに死んでおる。ってことは人間なの？人間だよ。人間のこと好きじゃないみたいだったけど。人間だろうが精霊だろうが誰とも仲良せんつもりだし。泉に近づくと怒って嫌がらせするんだ。もともとあの泉の主はカノコだったんだよ。泉におると踏んづけられるでな。ふーん、乗っ取られたんだ。俺のやぞ、あの泉は。勝手しよって許せんがな。なんとかならんもんかね。そんな怖い人じゃなかったけど。ミオリは女だしね。あの泉に迷い込んだ男はむごい目に遭わされるよ。なあミオリ、わしらの代わりにあの女と話をつけてくれんか。話って？泉をカノコに返すように、それと森に入る者に悪さをせんように。なんで私が？オイラたちじゃまるで話にならないんだ、だからってなんで私が話しつけなきゃなんないの？自分たちのことでしょ。自分たちでやれば。あいつ本当に怖いんだよ。身寄りは知らないだろうけど。知らない。そうか。関係ないし。檻の泉。ほら、もう、お寂しもんやけど。
1ネジは降りなさい。はい。はい、大助1番みおりちゃん、こっち来て。なんで2人だけなのに1番じゃ。はい、大助が変なとこ飛んでこんよ。このラインに並んで。はい。俺が変なとこ飛ぶか。ありゃ、うわっ、うわっ、あったー。いける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 け魔女の孫だもんな。ヒデジ、やめなさい。はい、二人ともよくできました。はい、体育終わり。マット踏まないで、そっち回ってね。はい。おかこ先生、みおりちゃん何点？10点満点かな。すごい。大介は6点くらいかな。ランニングシャツ対決だったね。なお、みおりちゃんのはノースリーブって言うんだよ。大助が怒った。大助、大丈夫？勝負だ、みおり。ひでえな、大助。もう3回目だよ。後ろからぶつけるなんて、大助ずるい。はい、みおりちゃん、勝負していいよ。どうも。大助、大げさ。しつこいな。宣戦布告かよ、かっけえ。うぜへへ、お前田舎が気に入らんのやろ。そんなら出てけよ。いつだって出てってやるよ。こんなしょぼい村、コンビニもゲーセンもファミレスもないし。バカにすんな、この野郎。コンビニがありゃ都会かよ。甘い。どうせこんな村ダムに沈んじゃうんだ。さっき、なんて言った？知らないんだ。なんだよ、ダムって。全部沈むよ。学校も、森も、村も、全部沈んじゃう。あんたたちはここが気に入ってるんだろうけど、そのうち追い出されるんだからね。いい加減なこと言うな！森に綺麗な泉があるの知ってる？え？行ってみれば。私はそこで見た。見たって何を？行けばわかる。本当のこと知りたいんでしょ？おう。なら行ってみなよ。自分の村が沈むなんて考えたくないんでしょ。だから私の言うことも嘘だって決めつけてる。お前の言う通りにしてやる。泉に行けばわかんだな。おい、大助。こいつが嘘ついてるかどうか見てくるから。嘘だったら東京帰れよな。大助、もうやめなさい。本当に行くんか？行くな、あんなとこ。俺とみよりの勝負だ。口出すな。なあ、泉の呪いのことを知ってんのか？え、あそこは出る。本当に出る。やめれって。幽霊が住んでんだよね。そんなのただの噂よ。男子があそこに行くと呪い殺されるんだよ。うんと苦しんで死ぬって。帰りにしそ愛し食べよっか。ダメだよ、怪獣は。また大助はサボり？しょうがないな。
べ昼夜の大輔帰ってこんな。ゆっくり熟します。大丈夫かな。水の中に誰か助けに行かんと。光太郎、お前助けに行け。いややこえ。秀次座りなさい。はい。泉に近づくと怒って嫌がらせするんだ。あの泉に迷い込んだ男はむごい目に遭わされるよ。何してるの？いや何も別に。え？名前は？大輔。大輔君。はい。私の泉を怪我したね。うわ！子供だからって容赦しねえよ。大雪が降った年は稲穂が豊かに実ります。雪が悪い菌を退治してくれるからです。ミオリちゃん。おお。うわ！大好き。うわ！待て！やめなよ！ミオリ！なんだって？やめなって言ったんだよ！大輔があんたに何かした？小さくたって男だからね。男に振られて死んだんでしょ！話聞いたの、いい度胸してくれ。捨てられたくらいで死ぬなんてバカじゃないの。泣きに何がわかる。誰かのせいにしたって意味ないぐらい子供にだってわかる。さっさとそのガキをこっちによこしな。泉に沈めてやる。嫌だ。なんだ。私だって母親に捨てられたんだ。父親にもね。仕返しに死ぬなんて、死んで復讐するなんて弱い人間は大嫌い。いいぞミオリ。そんな中心だ。もっと言ってやれ。まだまだだ。うるさい。お前だって同じだろ。全部親のせい、人のせい。違うか。ミオリ。ミオリ。嫌な子に育てたのは誰？つまんないやつばっかりだし。私はあんたみたいにはならない。弱い人間は弱いままだ。違う。強くなかなれない。一生人のせいにして生きていくのさ。なんで私だけ。もっと親がマシだったら。そんなのはもう美織ちゃん、ありがとう。成仏したの。転生じゃろう。なんでありがとうなんて言ったの。あなたもこの森の住人よ。行きなさい。あんな怖いやつよくやっつけたな。あんたならやってくれると思ってた。さすがだねミオリ。よ、森の守り神。私何もしてないけど。いやー助かったがな。大輔大輔、もう大丈夫だよ。ミオリ、動かした方がいい。あ、はい。この泉がダムに沈むって本当？誰に聞いた。本当なの。まだ決まったわけじゃない。決まっちゃったらどうするの。ここ捨てて別の森に逃げるの。できればここにいたいよ。森を守るためには人間の手が必要なんだ。人間は敵でしょ。ダム作るのは人間の勝手なんだし。敵も味方もない。人間と我々は本来同じものなんじゃ。同じものってどういう意味？わしらを助けてくれんか、ミオリ。どうやって？大輔。
大輔、大丈夫？これ使って。怖い目に合わせてごめん。そんなつもりじゃなかったんだけど。お前強すぎだ。私だって怖かったよ。でもバカにされるの大嫌いだし。本当にお前って根性悪い。やだ。大輔！大輔！生きとった！呪われたか？呪われたか？出た幽霊！心配ね。俺とミオリでやっつけた。な、ミオリ。まあね。ミオリは結構強いぞ。下手に喧嘩うんじゃねえぞ。売ってたのは大輔だけじゃ。大丈夫かミオリ。切れとる切れとる。すごい早いね。ええ匂いする。木の匂い。本当俺大輔、そっち持て。え、ああ、よし。ええか、ちゃんと持て。よしっと。どうや。すごいや。ええな、かっちょええ。あのじゃねえ、じいちゃんだ。じいちゃん。なんだミオリ、これどうやって2階に運ぶの。はよっ、しまった。2階に上げてから組み立てるんやった。冒険でんな。よう食べるね。おお、甘くてうめえ。ミオリちゃんおいしい。うん。東京の友達は遊びに来んの？友達なんていなかったし。生意気だからね。うん。うるさいよ。うわ、信じらんねえ。なんてこと。おーい、ミオリちゃん。大変じゃ。ダムの人が来た。な、何？ダムの関係者や。ナオコの家民宿でな。そこのお客が。お母さんに森のこと聞いとった。間違いない。西の森に行ったで。行くぞ。どこ行くの。この車や。間違いない。ない、ない。多分こっから森へ入ったんやろ。ミオリちゃん、危ないよ。待って。ミオリ、何急いでんの？ミオリ。ダムの人たちが来てる。どこ？どこに？森のどこかにいる。みんなに知らせて。よし。本当なんだ。本当に私の森が。怪しげな奴らじゃの。ミオリ。いや、だからこの騒が。なんだ。君、この辺の子？あの、ダムの関係の人ですか？ああ、環境調査に来たんだよ。この辺にダムが作れるかどうかのね。何見てんだ。
なんで鉄砲なんか持ってるんですか？ああ、念のためだよ。熊でも出たら大変だからね。虎が出ますよ。君危ないからさ、しばらく森に入んない方がいいよ。友達にもそう言っといて。できるんや。うちも沈むの。落ち着けって。うちの親が言うにはまだ決まったわけじゃないって。この村にダム作れるかどうか、それを調べに来とるだけやろ。けど作れるって分かったら作る気なんやろ。俺らの家が沈むんやぞ。ダムできたらうち親戚っちの方引っ越すって。引っ越しなんか嫌や私。みおりちゃん、あいつらやっつけて。幽霊の時みたいに。だけど。だけどじゃねえ。ん？見てみ。イヌワシ？絶滅危惧動物っていうのがあるんよ。ヤンバルクイナとか、イリオモテヤマネコとか、あとちょっとで絶滅って動物がおるやろ。イヌワシもそうなの？日本でもう500羽くらいしかいないって。ここを見てみ。昔はこの辺りにも生息してたって書いてあるから。そいで？絶滅危惧動物が住んでる山は開発しちゃいけねえって決まってんだ。じゃあ、イヌワシを探そう。ダムなんて絶対に作らせない。そうだ。イヌワシが見つかればダム計画は中止だ。イヌワシがおればいいやな。よっしゃ、探そう。見つけてやる。イヌワシ捜索隊の結成や。何やってんの？あれ。ん？スパイじゃないかな。スパイや。私らのやってることをダム工事の人たちにバレたんや。うん。うん。何してんの、お母さん。それで変装してるつもり？久しぶり。日に焼けたんじゃない？後でシミになるよ。何しに来たの？どうしてるかなと思ってさ。嘘。寂しくなったんでしょう。で、どうすんの？お父さんとこ戻るの？虫多いね、田舎は。聞いてんだけど。男らしい本物の男ってどこにもいないのかな？お母さんが見つけられないだけでしょ。母親にひどいこと言うね。そっちが家出てったのはひどいことじゃないの？みおりん、ごめんね。私にはもうみおりだけなの。嘘泣きやめなよ。
バレた？甘えないで。よりちょっと待ってよ、みよりみより。あれがみよりの母ちゃんか。スパイはなかったんや。はあ、俺たちの世代で犬わし見たことあるやつはおらんろな。じゃあじいちゃんのお父さんは？さてな、聞いたことはねえよな。何の肉ですかこれ？ああ、しし汁じゃ。はあ、うまいろ。微妙。微妙やと。ごちそうさま。もういいのかい？お腹いっぱいで。蒸し暑くなくていいわ。クーラーいらないね。ね、みより。母さんと二人で暮らさない？私とみよりは似てるから、喧嘩ばっかりするとは思うけど。似てないよ。そっくりじゃない。プライドが高くて、勝ち気で、意地っ張りで、わがままなところ。似てない。あんた、なんかちょっと変わったね。ま、似てないなら似てないでいいよ。東京で一緒に暮らそう。やっと慣れてきたのに。こんなとこ一生かかったって馴染めるわけないでしょ。珍しいのは最初のうちだけ。一年も持たないよ。みより？考えといてね。お父さんとはやっぱり無理なの？初めてだね、そんなこと言うの。もう本当にダメなんだね。出てきた。違う違う、そんなんじゃ森まで届かねえ。こう？強く叩きゃいいってもんじゃねえ。そんなことも知らんのか。あの、誰？わしか。わしらし。この家ができた時から300年ここに住んどる。わしらしい、ボクリコたちを知らない？みんなどこへ行ったの？他の森へ逃げちゃったの？いや、姿を隠しとる。変なのが森に出入りしとるからな。あ、ダム工事の人たちでしょ。みんなに聞いてほしいことがあるんだけど。何のための太鼓だ？あ。ほら、これを腰に巻いて。それが清掃だ。ありがとう。詳しいのね。叩いてみろ。トントトン、トントトンだ。
の調子だ。もうすぐこの森がダムに沈むの。知っとるぞ。でも中止させる方法がある。イヌワシを探して。イヌワシ？イヌワシがいればダムはできないの。イヌワシな。イヌワシね、しばらく見ないの。今ダムの調査員が来てるでしょ。あの人たちが帰るまでにイヌワシを探し出して知らせて。意味分かってる？さっぱり。あのね、風空林に聞いてみるか。誰？風空林なぎざり、風のせいじゃ。いいか、集中しろよ。指先に気配を感じたら思いっきり引くんだ。気配？やってればわかる。うわぁ、あ、ごめん。もっと優しくやるんだ。優しくったって。目が回る。ロープじゃなくて風を見るんだよ。風の気配を読むんだ。風？捕まらんぞ、あいつは。気まぐれなやつでな、逃げ足は早いし。風の気配。悔しいにょ、こんな小娘に捕まるとはにょ。風のせい？いかにも風のせい風空林なぎざりだにょ。お願い風空林、この森へ犬鷲を連れてきて。犬鷲？なんでだにょ。お願い、この辺いかにも犬鷲が巣を作りそうでしょ。ふみ、探してここへ連れてきてよ、大至急。ずうずうしい小娘だにょ。あんたも一緒に来るにょ。目を閉じてないでよく探すにゃ。目が回る、気持ち悪いよ。慣れればどうってことないにゃ。下ろして、下ろしなさいよ。あんたもしかしてミオリかにゃ、あの森の守り神にゃ。そう、一応ね。それなら見回りに連れてってやるにゃ。
空飛んだのなんて初めてなんだから。イヌワシに会ったらこの森に来るよう伝えておくによ。あ、本当？だけどここに住むかどうか決めるのはイヌワシ本人だからによ。いつ会えるの？まあ気長に待つによ。だから急ぎなの！ 急ぎなの！ほらな、気まぐれやろ。そんなにお米食べて太るよ。終わりゃご飯はいいです。おかわり。ほ、そろそろやで。落ち着いたら連絡するね。そしたらお父さんと一緒なら二人のところに帰るけど、そうじゃないならもう帰らない。ミオリ、ひどいことしちゃったけど、私はあんたのこと嫌いなわけじゃなくて。私だってそうだよ。私のお母さんはお母さんだけなんだし。二人でここに住みゃいいに。私にはこんなとこ無理です。そうだね、ミオリ、お父さんと話してみる。離婚しかないかなって思ってたけど、もう何年もお父さんと話してないし、お父さんの気持ちもよくわかんないし。お父さんの気持ちはお父さんに聞きなよ。うん、そうだね。お母さんの気持ちもちゃんと言うんだよ。あんた本当に言わなくていいこと言うね。やっぱり私の子だ。まだばあちゃんとこにいてもいい？好きなだけおればいいよ。うん、見つからんなイヌワシ。やっぱりこの辺じゃ絶滅したんかな。ヤンバレクイナが？ヤンバレクイナでしょ。ヤンバレクイナね。あれはもっと南の方に住んでんだよ。沖縄とか。諦めるのはまだ早いってば。あ、あいつらまた来てるの？ああ、しつけえな。やっぱりいないんじゃないか。いたらいたで後々面倒だろう。まあな。ん？おっと、なんだ、またか。君たち調査の邪魔なんだから帰んなさい。いい加減な調査してイヌワシ見逃すなよ。今なんて言った？イヌワシ？え、あ、どこで見たの？教えてよ。東の森の外れの方で。どっち？案内してくれるかな。本当に見たんか大輔。本当なら私らに真っ先に言うやろ。じゃあ嘘か。アホやな。あの、調査の邪魔なんでしょ。帰ろうよ。おお、そうやそうや、帰ろうぜ。邪魔じゃからの。まあ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 、待ちなさい。
邪魔だなんてとんでもない。案内してくれるだろう。ふう、嘘ならもっとマシな嘘つけば。やかましい、時間稼ぎじゃ。ため息つくな。君まだ先かい。あー、こっちかな。おー、なるほどね。この辺りか。いいね。いかにもイヌワシが巣を作りそうな岩場じゃないか。ああ、そうそう、ここじゃった。どうだ、見えるか。いや、まだ。ありがとう、もういいよ。え、あ、いいや。でも危険だからもう帰んなさい。どうすんの、すぐにバレるよ。そしたら今度は西の森に連れてきゃいいやろ。また引っ張り回してやる。どうだ、ちょっと巣らしきものは見当たんねえな。いねえよ、いい加減帰れよ。そうや、帰れ。一旦引き上げるか。お？おい。イヌワシ。本当にいた。ミヤリ。パクリコ？え？お、何？どう？こんな感じかな。怪しまれてる。ちょっと飛んでよ。飛べねえのか。無茶言うなよ、飛べないよ。なんかおかしいな。ああ、人がこんな近くにいて逃げないなんて、怪我してんじゃねえか。そりゃ都合がいい。あれ、あいつらなんだ。逃がすな。待て、撃たないで。やめる、ニョリ、殺されるぞ。ポクリコ、怪我してたんだ、遠くへはいかんだろう。ハンター何十人かすればすぐ片付くさ。明日中に仕留めるぞ。犬貸し片付かなきゃいつまで経っても断ができる。なんなんやあいつら。調査に来てるなんて嘘だ。あいつら業者の回し者だ。ダム計画が中止にならないように犬貸し殺しに来てるんだよ。おい、どこ行くんや。元の姿に戻れないの？オイラだって戻りたいよ。だいぶ弱っとるからな。また虎になって見せてよ。治るのかな。治さなあかんで。そのままやったらまた連中に撃たれる。そんなの嫌だ。やだやだ。うちに来る？屋根裏部屋に隠れてなよ。薬草もばあちゃんがいっぱい積んでくれるし。今は森にいたいよ。私みんなと同じ気持ちだよ。この森がなくなったらやだ。田舎なんか好きじゃないし、はっきり言って嫌いだったし、なんでこんな気持ちになるかわかんないけど、みんなに会えなくなるし、どうしよう、どうにかしたいのに。
本桜の聖者、わしらの補佐じゃよ。身寄り。はい。これはお前一人に成し遂げられることではない。ならばどうする？そう、他と心を合わせるがいい。お前は生まれて今まで一人ではない。一人だったことなど一度もない。ここはどこ？土の中だ。お前は今水になって地面に染み込んでいる。水？長い旅が始まるぞ。空、地上が近づいてきた。眩しい。地中の養分を溶かし込み、やがて地上に湧き出し、川へ流れ、私は海になって何十年何百年とたゆたっていた。海の生き物を育んだ。気の遠くなるほどの長い年月が流れたある日、私は水蒸気となって空に舞い上がり、雲となり、村の上に、森の上に、人々の上に雨となって降り注ぐ。わかるか、祈り。大地を潤し、皆の渇きを満たし、生き物を育む。それが聞いて、明日森を壊す
そうとする奴らがやってくる。そいつらを追い返したいの。追い返してどうやって。力任せに放り出すか。道に迷わしてやろうぜ。からかいがいがありそうだな。めちゃくちゃ怖い目に合わせてやりたいの。二度とあいつらが森に入らないように、うんと怖がらせてやりたいの。どうしたら怖がるかな。そのまんまで十分怖いが。どこから来なさった。飽きたじゃ。おめえかのこの妹か。弟だがな。みんな力を貸して。仲間ごっそり連れてきたぞ。敵は何人だ。何人おるんかわかんねえ。ミオリ、ん？一人で大丈夫か。私を誰だと思ってんの。魔女の孫だよ。どんな作戦立ててるか教えてくれてもいいやろ。私のことよりさ、大輔たちがうまくやってくれなきゃ困るよ。任してけ、うまくやるから。あっ、怪我してるって。羽痛めて飛べない犬足だ。行動範囲はそう広くない。昼飯までには片付けてえな。片付くだろ。ちゃっちゃと終わらせて。ビールだビール。妙だな、静かすぎる。そうか。ついに霧を出せて。忘れねえ、ジラ。感心してる場合か。龍神様のたたりかの。アホくさ。霧が追っかけてきてるみてえだ。バカ。人間どもの前に、いでよ。かの子、ミオリに怖い顔見せちゃって。そんなに見たいがや。怖い顔って。魔女の孫にも見せてやるがな。こんなじゃ。でも、私以外の人間にも見えるの。怖く変化することで人間どもにもわしらの姿が見えるようになるんじゃ。すごいだろ。どっちがイケメン。イケメン。イケメンっていけない男ってこと。かっこいい男の子のことよ。でもかの子は男の子なの。しっけえな、男や。どっちが本物なの。どっちもじゃ。かの子はかの子族の王さん。作戦開始じゃ。いけなあ、汗だくだ。犬足見えねえぞ。味方を撃つなよ。どうなってんですか。こっちで間違いないはずだぞ。昼飯までには片付くんじゃなかったのかよ。おい、水だ。あー、うめえ。いい水だな。ああ、俺の水筒が。諦めろ。なんで沈んだのが浮くんだ。もらっていい。なんだお前、返せ。なんだあれ、生き物か。喋ったぞさっき。喋ったように聞こえただけさ。喋れるがな。潜ったぞ。人間じゃなかったぞ。どっち来れ。噛み上がった。
撃つな人だ。やめ。ルクリン、何よ。飛んだ、魔女だ。森の精霊たちは怒りに震えている。命惜しくば即刻マリアたちだ。撃て、撃つな、撃つ。これだけか。みんなどこへ行ったんだ。わかりません。誰だ。無事か。ちゃっちゃと終わらせて。ビールだ、ビール。ちゃっちゃと終わらせようぜ。来るな。狙い。小林さん、食われたか。バカ、食われたら胃の中だろうが。化け物だ。銃だ。助けて。これはもういらないね。落ち着け、幻覚だ。泉の水を飲んだんだろう。あの水が何か。俺は飲んで。うわ、懲りないやつ。邪魔されてたまるか。こっちにはこっちの辞書ってもんがあるんだ。生活がかかってんだ。遊びじゃねえんだよ。こっちだって遊びじゃない。うっせえ。やめろ。クマって様子じゃないぞ。東京もんは育児がないな。
ロジャー、分かった、分かったって。何やっとるや、こんなとこで。イエーイ。何って、調査っすよ。偽物だよな。そうや、そうや。なんか怪しいって子供たちから聞いたぞ。鉄砲持って何こそこそやっとる。猟奇中でもねえのに猟銃撃って、ちょっと話聞かせてもらえっかね。いやだ、子供見てな。子供みてえなこと言ってんじゃねえ。大助、あそこ、いい年したもんね。でっけえ魔女が待ってるわ。人の仕業じゃねえな、これは。すっげえ。熊の仕業かの。交番でちゃんと説明しろよ。ふざけた真似したら熊に食わすぞ。熊じゃねえ、魔女だ。なあ、このじっちゃん、後ろ頼むよ。よっしゃ。車は置いてけ。この村には泥棒はいねえ。やったー、さまびろ、作戦大成功。さあみんな学校に戻って授業よ。やだ、私も。大輔たちもおいで。岡子先生、何か聞こえる。え、おい、何か聞こえんか。ミオリは出かけたぞ。早いな、今日は。あ、クロ。あ、どれどれ。おお、よかった。クロ、ダム計画はなくなったよ。走るの好きだね。で、どうしたんじゃ。ダム計画が中止になったの。やったがな。ともあれ、森は沈まずに済んだんじゃな。ミオリが森を守ったんだ。みんながいたからね。一本桜の言う通りだよ。ああいうやつらまた来よるぞ。10年後か50年後か100年後か。本物のイヌワシが見つかるまでボクリコが何とかしてくれるよ。またオイラ？今度は撃たれんなよ。あっさり言うね。心配しないで、何度来たって追い返してやろうよ。ミオリ、ずっとここにいるのか。せっかくだから、秋の森も冬の森も春の森も全部見てみたい。来年には一本桜も咲くじゃろう。冬の森も面白いよ。うん、うわー、見て、わしらしい大きい葉がいっぱい。森の守り神も悪くないだけど、ミオリ本当に守っていける？みんなと一緒なら大丈夫、大丈夫。